どうもー、始まりましたー。やっちゃー、やっちゃー。ガンデスダーガンです、私がガンデスでーす。よっしゃー。アシスタントは河野マリカでーす。マリカさん。そして、図体でかい、はい、ポケモンインターナショナルです。お願いしまーす。お願いしまーす。でかいー。ということで、今日も楽しくフェイスシールド、はい、越しに、はい、世界を見ていこうと思ってます。新鮮でございます。はい、はい、マリカちゃんのフェイスシールドね、これね、視聴ですからね。まあまあそうですね。視聴者プレゼントとかあるんですかそれ。ないよ。ないんですね。ないんですね。一番厳しい。そうなんですね。そっかそっかそっか。はい、はい、ということで楽しくやっていきたいと思います。栗原、はい、さあ今日一体何やるのかな。はい、本日はボードゲームをやっていきたいと思います。やった。こちらのタイトル、シェイクウェーブ。シェイクウェーブさん、シェイクウェーブ、かっこいいですけどね、名前が。で、まあ積み重ねる系のね、なるほど、はい、やつでございますけどもね、はい、一旦ちょっとね説明しつつ、はい、試合に臨んでいこうと思います。はい、いやということで頑張っていきましょう。はい、はい、ということでございまして、シェイクウェーブでございますね。はい、まずね、3人でやっていきますけども、はい、このルーレット、はい、一番最初のルーレットを回すんですけども、はいはい、あれみたいな、回す矢印みたいなのがないなーって栗原がずっと言ってて、はい、これ本来はこれ使うんですけども、なるほど、今回は、うん、ここから袋からだし、はい、2とあと矢印の書いてあるのがある、はい、なるほど、ちょっとやっていきましょうか、はい、こういう感じで、はい、はい、1、2、はい、おそらく自宅で1回広げた時に、はい、男しちゃったかな、あテストプレイの時に ね、 ね、さすがね、やっぱ真面目さが招いたね、アクシデント、なるほど、これを3種類の中で引く、はい、はい、ということで、この中から引いたものが数字の場合、1、2の場合は、はい、まあ、1だとしたら、この袋から、はい、1本取って、あ、棒が入ってるんですね、棒さんが、はい、置く、なるほど。で、置くときに、はい、ここの重心が、はい、なんかどっかに入ってて、はい、普通に置いても、例えばこう置いても、ほら、お、変に揺れるっていうか、例えばこっちの場合こう置いたらここ落っこっちゃうみたいな感じでね、はい、ありますんで、気をつけつつゆっくり置いていただいて、なるほど、はい、で、2だったら2本、1個ずつ2本目を置く、うわ、で、次の人にパスして、はい、まあ、どんどん積んでいくんですけども、はい、矢印だった場合、はいはい、矢印だった場合は、はい、これがなんとね、回転するんです、これ。お90度回転させる。おら、ということでございます。これは怖いですよ。回転に関すると、あんまり、この段階では何とも思わない。いやいやいや、あんまそんな、あんま言わなくていいですよ、それ。この段階で、でもこうなってきちゃうと、まあ、これはね、すごい、はい、大事なあるところですね。そうですね。高く積まれた時に。そうですね。これも3段4段いくと、もう3段いや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 ってありますからね。なるほどなるほど、そうなのか。だから一発目に矢印が出た場合も何もないってことですよね、うん、何も棒が乗ってない状態の時矢印引いたらただただずらすっていう、ただただそうですね。なので、まあこれ2ずつ組んでいくわけなんですけども、はい、はい、まあ崩してしまったらそこで終わりということ。なるほど。これ袋からは片手で片手で乗せるのも片手、一個ずつ片手で持ち替えちゃダメみたいな、はい、あ、持ち替えちゃダメ、なるほど、持ち替えちゃダメ、なるほど。ということで早速いきたいと思いますけど、はい、とりあえずじゃんけんしていきますか。どうする、勝った人からいく、勝った人からにしましょう。わかりました。最初はグー、じゃんけんぽい、よし。もうさ、はい、もうチョキもうパー出そうと思ってるの。いやいや、それ顔でわかるんですか、それ違う、なんかずっとパーしか出さない、はい、あ、そうなの。いつもパーだなと思ったんですけど、はいはい、今日コネオさんもいるし、はい、一回、でもゴージャスはもしかしたら私のパーを見計らってチョキ、もしくはパーじゃないと見計らって何かを出してる。駆け引きすごいですね。ただ、確かにパー出しそうな顔してましたよ。パー出しそうな顔してました、はい、顔がパー出すよって顔してましたから。コネオさんが私が何が分かる。お前がいじるなって。お前ごときがいじるのって。ほんと、すいませんでした。はい、ということで、ということで、じゃあ、はい、いや、もう、まゆりかちゃんから行こう。はい、もう一番っていうことね。はい、いいんですか、行きましょう。わかりました。じゃあ、行きましょう。くじ引きます。さあ、じゃじゃん、はい、こちらです。ルーレット、なんですか、矢印。あら、矢印行きましたね。回していただいて大丈夫ですか。ここでいいのかな、位置は。はい、はい、ここ上から回せます。はい、回せます。うん、90度、あ、変かな。
はい。なるほど。何それ。何だそれ。ちなみに、え、これはありなんですか。このここ持ってこうするとあ大丈夫ですよ。それはあり。なるほど。はいはい、片手でできるように作られてるのかな。なるほどね。いや何回回してんだよこれ。確かに。さあ、はい、私時計前でいきますよ、はい、これだ、はい、おえちー出た。もう順調ね。順調に、はい、まあ初手なんでね。初手は1個、はい、いやでも重心がねおかしいっていう真ん中に。うわ結構危ないっすね。本当に真ん中じゃなくて大変なことなんですよ。いや確かに今の危な。はい、はい、よろしいですか。すいません失礼します。はい、じゃあこちら、あ、来ました。うわこれは難しいですよ。これは袋持っていただいても大丈夫ですか。あ、袋は大丈夫ですか。持っても、ちょっともうこの時点でずっとグラグラしてますもんね。だってこっち、あこれはアプリ終了。マジっすか。いやいやマジで。いや一気だけ、一気だけ当たります。一気だけいいですね。一気だけすいません。チコちゃん戻していいですか。そう、それが本当にそれがあるから。はい。慎重にしなさいよっていう。難しいこのゲーム。本当に今のなかったことにしてもらいたいな。いやなかったことになってる。なかったことになってます。はい。いいですか。いや本当でもこれ持っただけだと重心がわかんないんですよね。全くわかんないですよ。え、ちょっとマジでよ。結構幅狭いやでもさっきのがあるから落ちちゃうからもう、え、ちょっと、え、こんな2本目怖ー、え、怖っ、どっち、うわー、いやこれはもうむずすぎますって。いいか、もう回したくもないです。もういけるいける。どうしよう、なんだろう、これちゃ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 、好きですね、矢印、矢印、ここでこれももう怖いですよ。なんとなくこっちから回そう。確かに、はい、これ片手でやった方がいい。いやどうなんですかね。ね、いきます。あ、意外といける、まだこまだ意外といけます。これあ、すごい、サクサクいきました。最初の方が良かった。確かにこれ、ね、はい、うわ、あらー、ゴージャスさんこれは厳しいですよ。この顔です。いけるいけるいける、いきます。え、超難しいっすよ。だってちょっと戻さないと。あれな、ちょっと沈んだ。これが下手なのかな。うわうわうわ、やばい。え、すごいゴージャスさん、お上手。え、ね、お上手。いいですか、先生。怖っ、今の揺れ方怖かったわ。お願い、1で、うわうわうわ、やばい。お二人とも頑張りますね。いやいやいや、もう引きたくて引いてるわけじゃないんでね。え、きついね、やっぱね、ちょっとびっくりする。いや、こんなむずすぎませんか。怖い怖い、もう怖い。ちょっと自分は動いていいんですよね。大丈夫です。やばい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 マジでやばいマジでやばいマジでやばい。あと1本。これここに乗ってる人のあの絶叫マシンの気持ちがこれはやばい、これは本当そう。おこきれいに。さあ2本目。あ、うわうわ、やばい、これマジでやばい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 やば、どういうこと。マリンカちゃん、はい、マリカちゃん、これマジでそろそろもう回してくる。これすごくないですか。マリカさん、やばいっすよ、これこれ、え、1、ついに置くことになりました。逆、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 今面白かった。いや、確かに逆にいいボケでしたね。引く方が大事ですね。そうそうそう、右手で引かないと、右手で引かないと。これ、なるほど、いきますか。よ、いないよ、大丈夫。いけます、マリンカさん、これ確かに持ち替えちゃダメだから、重さ大事ですからね。いやいやいや、重さ感じて、重心がね、
重心がブレブレなんだね。うわー、どっちに行くかな。うわ、怖えよ。ちょっと寄せていこう。いや、寄せると寄せるとこうなるんだから。いやいや、すごいよ、すごい。ちょっと、ね、寄せちゃう。1、2、さあ、4段目。2段目がエグいから。お、回す。矢印、うわ、もうほんと、ほんとやだ。あ、意外と、うん、意外といけそう。いや、結構。いやいやいや、矢印をね、この世の2段目はもうここ。いや、ちょ、ほんと僕もちゃんとしたかったんですよ。なっちゃったからもう土台がね、土台ごめんなさい、土台がごめんなさい、ほんとに大体。いやいや、でもこれで矢印の怖さもちょっと分かりましたね、これ。なんかね、4段目であれなんだ、はい、じゃあ、私からいくか。わかりました。そうですね、はい、押してしまった。次の方がこれだ。じゃじゃん、1。最初は1なんだな。いや、これ意外と一発目でゴロワンみたいなのありますか。ありますよ、はい、ありますよ。おー、上手。いいですか、すいません。なんだ、うわ、矢印今これはね、引きたくないですよ、ここで矢印は。僕もね。いいですか、ちょっとでも怖いっちゃ怖いですけどね。怖くないの。何も怖くないだろ。いや、はい、すいません、怖くない。はい、ありがとうございます。はい、さあ、これだ。じゃじゃん、じゃじゃん、はい、じゃじゃん。おぉ、2、ね、ついに引いてしまった。じゃあ、こちらゴリさんにお渡ししてきますね。いいですよ、1本目。お、1本目。ちょっと確か置きづらいかもしれないですね。そうですね、向こう側に置こうかな。あずき色の棒、あら、寄せていかないとどっちにゴロン行くかわかんないですから。確かに、この辺に。うわー、寄せてきたー。いや、でもね、これはもうどうしようもないですよ。いや、狙ってたわけじゃないの。もう一本、もう一本、いくまではわからんす、これは。あ、ピンクだらけになっちゃう。いや、確かに。どうしよう、どうしよう。いや、怖え。なるべく、はい、ね、皆さんの置きやすい、積みやすい方にね。ほんとお願いしますよ。いや、怖えよ、怖えよ。あ、でも、え、すごいいい十字じゃないですか。あ、まあまあ、いい十字、そうですね、いい十字かな。十字じゃない方がいいんだよ。あ、十字じゃない方が、いいみたいになった方がね。そう、キーみたいな。十字になっちゃうと怖いから。1。怖えな、もう。どうぞ。ほい、じゃあ、ふよー、怖いよ。くっついちゃってますからね。分からん、ほんと分かんない。すげえ。あれ、でもハの字になってます。確かにね、ちょっとずつこう、やっぱほころびがね。いや、ハの字の方がいい。でもね、そうか、うん、そうなんですね。いきます、じゃん。うわー、うわー、この上に、この上に2か。結構こっちに寄ってますね。寄ってます。あれ、マリカちゃんよ、糸目のマリカ。あ、そっか、忘れちゃうからもう、ちょっと怖え。うわーもう無理。ちょっとこれ、すいませんでした。ほんとすいません、ほんとすいません、ほんとすいません。ちょっとさ、下手すぎる。え、もっとうまくいくもんですか。これぐらいはやりたいよ。いやいや、やりたいですけど。ラスト1回いきます。ラスト1回、すいません、いきましょう。いやいや、マジで難しいですって、これ。私も置く場所がな。いや、これはね、難しい、本当に。やっぱ、ネオさんからいきましょうか。いや、自分からで、じゃあ、ちょっといかしてください。よっしゃ、頼む、矢印だけやめて。もうラストゲームの、ラストゲームだから。いや、2で、はい、したいと思います。初手の2は全然楽だ。初手の2はもう、これはもうビビってちゃう。あ、すいません。ただ土台ですから、一番大事。まあね、確かに。さっきね、端に寄せましたけど。はい、がっつり端に。
いやこうなると真ん中すぎたみたいな。真ん中すぎちゃうから。いやこうなると真ん中すぎたになっちゃうんですよね。相手の歯で。なるほど、はい、戦略ですね。戦略です、やっぱ自分の。これは難しい。確かにちょっと難しくちゃったな、結局1。よし、まあ1本だったらね。まあまだね、2列目ですし。じゃじゃん、お、青だ。青真ん中ら辺に置けばね、無難にどこに行くんですよ。ほっ、真ん中、真ん中だ。真ん中ですね、こうなると真ん中になっちゃうから。合わせましたね。よし、いきましょう。ペン。うわ、1。1。俺ちょっと超苦手だこれ多分。はい。見えた。見えました。おー。バランス取った。いやもうちょっと本当やだもう。つけてみたくないです。いや分かります分かります。ちょっと2はお願い、ほんと2だけはちょっと勘弁して。おっ、矢印来ました。矢印、矢印難しいよ。確かにこれ簡単でも俺きつかったと思って。むずいな。許して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 。えっ、うおビビった。マジでビビりました今。もうなんでそんなことするんですか。なんで、怖い楽しいかなと思って。楽しかったさ、怖え。はい、じゃじゃーん、これです。1。はい、ありがとうございます、はい、確かにちょっと立っとこうかな。ちょっといいですか、立っても。はい、はっ。やり返されてますよ。はい、いけます、マリンカさん。いけますね、これは。はぁ、あ、いや、これ難しいっすよ、マジで。これ、私たちが下手なのではなく、やっぱ初心者だから。この図ね、この図。考え、確かに、これをね、やりたかったみたいな。いや、でもこれ難しいです、本当。あの4段5段まで行って90度回転になると、うわもうグラ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 っていうあの楽しみ、はいはいはい、なるほど。そこまで行ってほしかったな。いやクリさんにね、やっぱ口で説明させたくなかったです、こっちも。はい、それを。はい、ということでシェイクウェーブでございます、皆さんね。はい、ちょっと本当に6段積んだらもう写メ撮って送ってください。ご自分でね、やられてる方は。はい、よろしくお願いします、はい、よ、はい、ということで本日ここまででございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。ありがとうございました。再会。再会、はい、再会が最高だよ、ほんとね。あ、黒い、あ、そこ、あ、そこ、はい、あ、そこそこ。じゃあ私から。はい、お母さんから。じゃじゃん、1来たね、一本ですか。まあそうですよ。本当に。一本ですからね。真ん中ら辺からやったらね、無難に。あだからね、これはね、もう真ん中に行ったら真ん中で止まっちゃった時のこと考える。そうなんですよね。端だったら一番賭けじゃないですか。確かにそうなんですよね。いくで。はい。はい。一。一。決勝かました。一位だな。怖いんだよな、近くの振動も。大丈夫ですか？大丈夫。本当だ。え、なんで分かったんですか？だって今のこっち行くパターンありましたか？ありますよ。賭けか。これじゃもうウーフみたいな。賭けがちだ。賭けがちか、すみません。うわー、もう2。もう2が一番本当怖い。すみません。じゃあ。はい。あす。下から取ろう。あんまり見ないでください。いや、なんかその重心がちょっとやっぱ怖いのが上の上積みに多いんで、やっぱり。いやいや、そうなんだ。2ですもんね、俺。2。ちょっとほんと怖い。いやいや、まだ2段目ですから。また出たよ、斜め。いや、斜めになっちゃいました、すいません。斜めは一番本当にこう、ね、ちょっとね、こういい感じにバランスは、うん、バランス取れてるんじゃないですか。おー、ほら斜めくっついて
すいません、ちょっとこれは本当に斜めクッキー、あ、今いない、あ、矢印、いやここではどうですか、はい、どうなんですかね、これここはね、まだ全然大丈夫でしょう、大丈夫ですよ、ちょっと揺れてるけど、ちょっとグラッときてますけどね、本当だね、最後まで気を抜かず、よし、はい、形も矢印、あー、ぐるぐる、矢印引きたいよ、こうなったらマジで仲良く回転、いや、二段目全然ビビってないですもんね、ほんと大丈夫なんだな、意外と二段目ぐらいはね、ちょっとマジで、はい、1で、はい、1いきます、あー、いい位置に置いてくれ、いや、わかりました、なんでそんなにテーブルで売れてたんですか、真ん中すぎるだろう、ちょっとすいません、じゃじゃん、あー、やばい、うわ、これはやばい、引いちゃった、これはやばい、これはきついぞ、これは難しい、ここからに、これは難しい、これ、私できたらあれですね、うん、道のね、あの、そう、壁を越えますよ、なんか一つ壁を、そう、ね、うん、我々のね、我々の壁を我々の壁を、いけるかな、こっちからいきます、うわぁ、攻めますね、ちょっと、え、どこかな、これ、ね、ちょっと、あと一本ね、はい、確かに、でも面白い動きしますよね、やっぱ重心がみんなバラバラだから、これだ、それですね、いや、ああ何が出しないの、今のは今のはね、手が滑っちゃったんです、で、こう、重心があるじゃないですか、一旦ね、一旦ね、今のはなかったことなきことにして、はい、握力がね、やっぱ女子の握力が、握力が回るんですから、緩んじゃった、緩んじゃってるから、はい、2本目いきます、はい、この辺、この辺で置けたら一番いいですか、結構マジで怖いよ、もうこうなっちゃってるもん、はい、あー怖い、すごい重心の肩より、すごい怖い、もう10見てるだけで、いやだ、もう回転も嫌になってきた、回転も嫌だ、いや、もう乗せたくないもん、もう、怖えよ、怖えよ、いや、これでもうちょっと2とかは勘弁、2とかは勘弁、あ、1、1で OK、 サラダス、いけいけ、理由がわかりますね、不用意に、いや、これだってもう、え、無理じゃない、これ、ちょっとお願いします、本当お願いします、これこっちっすね、さすがに、いいっす、ちょっと待って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 、マジで怖い、ここからが勝負ですね、はい、我々の越えられなかった壁を、そうですよ、5段目ですよ、これ、あら、もう来たことのない5段目に、 あそこ5段目か、1,2,3,4,5 段目、これ上から見るの大事なんですよ、そうなんですよ、意外とね、バランス取るために10段でやっと人と見なされた、嘘でしょ、おっ、おっ、わこれは難しい、これは難しい、確かにこれはまだ、後日チャレンジしようか、そうですね、これちょっとまたリベンジさせてもらいたいっすよ、はい、ちょっとやりましょう、また、はい、はい、